栄光弾、栄光弾、栄光弾は発光体を内蔵した特殊な弾丸。射撃後、飛んでいく間に発光することで奇跡がわかるようになっている。トレーサーとも言う。伊手に弾道を示し、奇跡を知ることで射撃中に方向を修正することができるため、対空射撃、または航空機からの射撃で各種の合図のために使用される。欠点は、 発射元の位置も推測されてしまうことと弾道が普通弾と異なることである。第一次世界大戦、1914年から1918年から使われたとされている。栄光弾は白リン、マグネシウムなどの発火性物質を内蔵しており、弾丸の継続した発光により弾道が線を描くように見えるため、いてはこれを目印に射撃を行うことができる。 白輪弾とは明確に異なる。通常弾の末尾方向から大きくくり抜き、そこへ発光体を詰め込む形となる。通常弾と栄光弾の重さと弾道、空気力学上の運動の違いから、栄光弾は通常弾よりも集団密度が広く、弾道も上側を飛翔する。特に長距離射撃においては、通常弾と栄光弾の運動は決定的に異なる。栄光弾は、 飛翔時間の経過によって重心位置が変化するため弾道低落が終末部分で極端に降下する。着弾した場合の飛散状況も質量の軽い栄光弾は広範囲に飛散する傾向にある。栄光弾が内蔵している発光体が燃焼して気化するため時間とともに質量が減少する。設計の改良により幾分かは解消されたものの現在製造されている。 栄光弾にもこの問題は未だに存在する。栄光弾の発光体は、花火や照明弾に使われるものに近い。通常弾の末尾方向から大きくくり抜き、そこへ発光体を詰め込む形となる。アメリカ陸軍やナトー軍の標準規格では、ストロンチウム塩類と金属燃料、マグネシウム火塩素酸塩の混合物であり、これは明るい赤となる。ロシアや中国の栄光弾は、 バリウム仕様を使用しており、緑の光となる。7.62X51mm e 弾、ナトウ弾 7.62X54mMR e 弾、ソ連ロシア栄光弾はおよそ 800m、5.56X45mm 弾、新ナトウ弾 5.45X39mm 弾、ソ連ロシア栄光弾はおよそ 300m 以下で燃え尽きる。 栄光弾は明るさにより以下の3種類がある。明るい栄光弾は最も一般的に使われるもので銃口から出た直後から発光する。このため敵にいての位置を知らせることとなる。古い軍のことわざに栄光弾は双方のために働くトレーサースワークボースウェーズというものがある。明るい栄光弾は大量に発射した時に暗視装置を飽和させることができる。 抑制された明るさの栄光弾は約30メートルかそれ以上から発光を始め、いての位置を分かりにくくする。薄暗い栄光弾は非常にほのかに発光するが暗視装置によってはっきりと見える。栄光弾の使用とはいてに弾道を示すことである。領空侵犯に対しスクランブル発進した溶撃機は対象機が無線、四角信号、翼を左右に振るなど、 パイロットのハンドサインに反応しない場合、最終警告として行う警告射撃に用いられる。緑赤の順で発射すると、機電は迎撃された、東方指揮下に入れ、さもなくば、安全は保証しないの意思表示になり、強制着陸させられる。これを無視した場合は撃墜されることとなる。現代では、コストの観点から A 光弾は一色とし、短い射撃を繰り返して、 警告を行う国が多い。航空自衛隊では、信号射撃と呼ばれ、編隊長機が、審判機と、並行して飛行し実弾と栄光弾を前方に向けて、発射する。日本では、対ソ連軍領空審判機警告射撃事件で、初めて実施された。第二次世界大戦時の日本軍では、航空機搭乗員の判断で、7 7ミリメートル旋回機銃に、 栄光弾だけを装填した事例があった。高速度の空中戦では、昇降径の機銃では敵機を撃ち落とすことが難しい。そのため、多数の栄光弾を撃ち出して、敵機を威嚇し、追い払うことを意図したものである。弾倉の交換タイミングを教える用途、特に、ボルトがロックされない AK-47 のような、消火器に使用されることがある。また、第二次世界大戦時には、 ソ連空軍が航空機の機関銃にこの方式を用いた。ただし、これらの方策は、しばしば敵軍に弾切れが近いということを教えてしまう危険性がある。発光体を内蔵しているため、すべての栄光弾は一種の焼夷弾となる。ただし、王林の割合を高くした栄光焼夷弾が特殊弾として別に存在し、その用途には効果的である。欠点は、 発射元の位置も推測されてしまうことと、弾道が普通弾と異なることである。いてが正面に位置から位置を察知されることを回避するため、米国特許室岩200億499,173では発火性物質の代わりに LED とコンデンサを使用するものが考案されている。この方式の最良の特徴は、重量が変化しないため、一定の弾道を保つということである。 それでも通常弾とは重さが異なるため、この方式のエコー弾とは弾道は異なることが予想される。また、LED とコンデンサの組み合わせはおそらく通常のエコー弾よりも長く発光すると予想される。考えうるもう一つの解決策として、交通信号機によく見られるような格子を弾丸の後ろにつけるというものがある。これは、 敵の監視角度から栄光弾の光を見えなくすることができる。その代わり、弾丸の真後ろに長く細い格子をつけた場合、味方からの監視可能角度まで下げてしまう。第一次世界大戦、1914年から1918年から使われたとされており、各国陸軍の機関銃で通常弾4発に対して栄光弾1発の割合で混ぜられた。 航空機用の航空機関銃では、鉄鋼弾、普通弾、小夷弾、栄光弾で4発に1発の割合となり、機関砲の場合は、鉄鋼弾、炸裂弾、小夷弾、栄光弾となる。対航空機攻撃用の場合、敵機撃墜の目的よりも操縦士に対する威嚇の効果を増すために、倍程度にまで栄光弾を増やすことが、部隊により実施されている。弾は、 一般的に通常弾4から6発に1発の割合に制限される。これは栄光弾の発光体が重心の中や重口の直後で発熱を起こすことにより武器の性能を落とし最終的には損傷を与えることを防ぐためである。M856 栄光弾弾頭63.7グレインイコール4.12グラムは M16A234 M4 シリーズ、M249 軽機関銃、およびその他の 5.56X45mm、トウ弾使用消火器で使用できる、栄光弾で、約 800m まで発光するように設計されている。弾頭は赤に塗られているが、M249 のベルトリンクに4発に1発の割合で混入される、場合にはオレンジに塗られる。M16A1 では、 緊急時かつ90メートル以下の射程でしか使うことができない。これは M16A1 のライフリングが栄光弾を安定させるのに十分でないためである。M16A2 以降のライフリングは7インチ約178ミ、mm、リメートルで1回転の割合になっており M856 栄光弾を安定させるのに十分である。M856 a 光弾は M196 栄光弾より少しだけ長い。M196 栄光弾、弾頭55グレインイコール3.56グラムは5.56ミリメートル、ナトウ弾のもう一つの栄光弾で、クンデム用に作られたものである。発光距離は約450メートル強。自衛隊では89式5.56ミ、mm、リメートル、小銃ほか 主に合計 35mm 以下の火器に栄光弾がある。射撃可能な弾薬のすべてが発光剤を内蔵している火器の場合は、実質は栄光弾でありながらも普通弾と呼ばれることがある。陸上自衛隊が一般公開の実弾演習を行う場合、通常は栄光弾が用いられる。これは弾丸の飛翔速度があまりにも速く視認できないため、 弾道観測と演出を兼ねたものである。栄光弾を使用した実弾射撃は陸上自衛隊と航空自衛隊による富士総合火力演習の夜間演習が最大規模である。この様子は民間業者が映像作品として市販している。また、九州南西海域不振戦事件の際の海上保安庁による射撃の様子もニュース映像として公開された。 三弾銃の相談に発光体を同梱するものが存在した。移動標的に対する秘跡が視認できるため、クレー射撃の技術習得に有効との見方により、相談メーカーの市場供給もあったが、火災などの危険を伴い、日本国内では法規制により使用が禁止されている。東京マルイがエアーソフトガン用に、ストロボ装置と、ク光ビビーダムを組み合わせた。 トレーサーユニットを販売している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。